サラムライクオラムトララヒバラカート。皆さんこんにちはイスラム教徒にとって最も大切な一ヶ月ラマダン月が始まりましたラマダンというのは月の名前でイスラムでは月の運行に基づいて暦を作りますだから 新しい新月新月が出ると目視できると、えー、ラマダンが始まったというふうに考えて1ヶ月間の断食に入りますこういう質問が日本の方々からよくありますそれは「1か月も断食するなんて大変ね」「厳しい宗教ね」えー、実は 大きな誤解があります、えー、毎日日の出から日没まで断食をしますけど日没でもってその日の断食は終わるんです例えば東京ジャーミーでは500食分のトルコ料理を作ってみんなで分かち合って食べるのです。 それでまたあ夜もう一食食べてその後、えー、夜明け翌日の日の出とともにまた断食に入るわけですそれを1か月間繰り返しているですから1か月ずっと断食してませんもう一つ厳しい 行事って言い方がありますけど私たちにとって、えー、最初は普段の生活リズムから少し少し変えないといけないので最初はちょっと大変ですけど多くのイスラム教徒の人たちにとってラマダン月は待ちに待った一ヶ月なんです、えー、ここにも、えー、外国人の ムースリムの一家がラマダンが来たことを祝っていますここに旗を作ってその中にこう書いてありますよラマダンムバーラクと書いてありますラマダンおめでとうってみんな祝福お祝いをしてるんですそうですね断食っていうのはですね日本で言ったら日本の皆さんの感覚で言ったらお盆と正月が一緒に 来るようなそういう、えー、めでたいイードという日まで1ヶ月間断食をするのです水も食べ物もその他一切の欲望を断つのですその意味については次に申し上げます